ごめん。ごめんね。なに？何が？ん？うん。バイバイ。何か？なんだ？あれか、たちの悪い男だ。なぜ男が女より優位かのごとく振る舞うかわかるか。女が愚かだからか、無知だからか。違う、力だ。女が非力だからだ。失礼。
だ勉強してるところ？本屋？どこ？そこって。違う、好きとかじゃなくて、私そうミステリーの創作に興味があって、いろいろ調べるのに必要っていうか、こういうのって単なる参考図書、まあそんな感じ。まだだけど、そのうち書いてみようかな。小説まだ実際に書いてるわけじゃないし、それに一応言っとくけど、私の技術作品ね、平面じゃなくて立体なの。つまり絵とか写真とかいう紙じゃなくて立体物、いろんな素材でオブジェを作ってるのよ。そうだな、つまり現代風の彫刻って言ったらわかるかな。そういうの興味ある？私のアトリエ来ない？自宅のガレージに作品いっぱいあるの。
用いたしまして。知らない、そんな人。じゃあ、私帰るから。許されなくなって飼い主の姿を
で一人の少年と出会うの。一目会った途端、二人はたちまち目の前の相手がお互いに同じ心を持っているのを知って喜び抱き合う。会った瞬間から奇跡のように気持ちが通い合うんだよね。そう、そんな希望の物語。よかったよ、本当によかったよ。シンくん、ありがとう。ケンを助けてくれて。お腹どう？あのね、私今スタボにいるんだよ。うん、お腹のお薬ね、持ってきたの。なんだ。じゃあ、もう帰るよ。